はい、こんにちは。毎週土曜日は懐かしいガンをご紹介しています。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックミニウージーご紹介したいと思います。2006年のねモデルでしたね。はい、ウエスタンアームズね、この頃はね、以前ご紹介したイングラムに続いてですね、こういう、ミニウージーちょっと楽しいねモデルをね出してくれてましたね。はい、なかなかね引っ張り出してね久々に遊んだんですけれども、なかなか快調に動きます。まだまだね。ということで今日はねちょっとこの辺りね楽しんでいきたいなと思います。まず外観なんですけれども、これストックはねこれ折りたたみ式になっておりまして、これをねちょいと下げながらねこう上げるとねストックが開きます。ストック開いた方がねよく外観見えるんでね、そのあたり行きたいなと思います。まず、マズル部分ですね、はい、マズルブレーキがついてますね、はい、で、フロントサイトも調整できるジグがついています。後ほどご紹介します。でフォアグリップはねさすがにちょっと小さいですね。ミニっていうぐらいですからね。で、表のね表っていうかこのダストカバーですね、ここのところにねぐじゃっといろんなね刻印がね刻まれています。これが実銃通りなのかエアガンのものなのかちょっと老眼の私にも読めないんでね、はい、で、リアサイトはですね、こう2段階に分かれる切り替えられるようになっていて、着弾点がね上下にほんの少し変わるということになっています。はい、で折りたたみのストックで背面はこういう感じです。レシーバーはね、これよくできていますけれどもね、つきません。樹脂です。はい、なんか一時期サードパーティーかなんかでなんかね別材質のもの売られてたみたいですけど、ああいうものは使わない方がいいと思いますね。私はね、私は使いません。はい、で、マガジンキャッチでマガジンこう出てくると。で、マニュアルセーフティーとセレクターですね、今フルオートになってますね。 A がで、R がセミオート、そして、S がセーフティーですね。さらにグリップセーフティーですね。これをしっかり握らないと打てません。ちょっとねおもちゃみたいな音がしますけれども、ここはスチールパーツなのかな。これもスチールではないですね。グデ玉つかないですからね。というとスチールはこのボルトぐらいですかね。マガジンももちろんね、亜鉛の鋳物の方なんで、つかないですね。あ、マガジンベースがもしかしたらって感じですね。あ、マガジンベースに立ちましたね。はい、つきました。はい、ということです。で、次に、箱なんですけれども、これがね、すごい箱に入ってきたんですよ。ちょっと買った時ね、嬉しいやら、ドン引きやらでね、こんな箱に入ってくるんです。プラスチックのアタッシュケース。で、これ嬉しいんですけれどもね、実は収納には結構困るんですよね。段ボールの普通の箱の方が良かったの。ここに確かね、なんかね、巻物みたいにね、紙がね、くっついてきてたと思います。で、中身はですね、開くとね、ちょっと画角の問題で全部お見せできなくて申し訳ないんですけど、こっちに本体とかね、パーツが入ってるところですね。それと付属品ケースっていうのがね、これは非常にいいですね。ここにね、別途こういう風になってますんでね。これを開けるとね、トリセツとかね、いろんなものが出てきます。はい、大事なね、安全キャップもね、まだ取ってありますよ、私、ちゃんとね。この頃もこの薄いやつになってたんですね。私、このモデルね、もっと古いかと思ってたんですけれどもね、ちょっと懐かしのコーナーでやっていいものかななんて一瞬思ったんですけど、まあ、もう絶版になってるんでいいでしょうということで。これは何かっていうとね、こうストックをね、折りたたんだ時にね、ここがね、ここにね、干渉するんで、樹脂なんで傷がつきやすいんで、これがね、挟んでありました、こうやって、納品された時に。こんな感じで。これがこのパーツですね。それといつものこれと、はがき、ターゲット折られちゃってますね。はい、まあ、いいですね。それと、マニュアル本体ということになります。マニュアルちょっと中見てみましょう。で、写真が中心のね、まあ、分かりやすいマニュアルですね。
はい、空打ちモードの使い方ってあるんですけども、これがねちょっと取説とね私がやってる実際が違うんでね、私が間違ってるのか取説が間違ってるのかちょっと謎です。はい、よしと。でこれがホップですね。ホップはね、バレルのところのねリングをね、回すと、調整できると。だから分解したりしなくてもねホップ調整はできるんですね。全般的にねホップはね効くなっていう感じですね。これはね私なんか部屋の中で打ちますからほとんどホップは使わないんですけれども、まあこちらの方ではね、いくら緩くしてもねちょっとかかるような感じでしたねこの銃は。はい、でそれから取扱説明書の補足ですね。はい、今日初めて見ましたすいません、ね、以前反省したところですけど、あとなんかここにねパーツリストがついてきてますね。はい、こんな感じですね。で、付属品は BB が少しと、これがフロントサイトのね調整用のジグですね。これがフロントサイトの調整用のジグ、これでねここにこうはめてねクキクキクキっと回すわけですね。まあウージーといえばですね、やはり米国のレーガン大統領がねこう、まあ、狙われた時にですねシークレットサービスがねおもむろにこれをねショルダーに吊ってましたね。それでも世界中がねのガンマニアがねおおと思ったと私は記憶しております。もうねやっぱりアメリカだからねそれなりにイングラムとかそういうのを使うのかななんて勝手に思ってたらね実はウージーだったと。まあ今になってみればねイスラエルと米国の関係を考えれば不思議は全くないんですけれどもね。はい、ということでどうしましょうか。遊ぶときちょっと取り回しの関係でちょっとストック畳んだままで遊ばせてもらいましょう。インナーバレルはかなり奥の方ですね。ということでねバレルのね実際の長さこんなもんですね。はい、ですからレギュレーションも、まあ、もちろんこれ2006年の製品ですから、6年のね改正銃刀法ですね、エアガンのレギュレーション規制の方ですね、こちらの方はね意識してあると思うんでちゃんと準拠しているということは、確認をしております。後で試写もしていますけれどもね。はい、で、マガジンなんですけれども今空打ちモードになってますね。見ていただけるとフォロワーが引っ込んでると思います。こうするとですねこうやってね空打ちがね楽しめるわけですね。こんな感じでね、でこれがですね空打ちモードを解除してしまうとこういうふうにピコッと出っ張ってますよねフォロワーがね。そうするとこうやって止まっちゃうんですね。まあ、要するにホールドオープンの状態になっちゃうんですね。ということで、この空打ちモードの設定の仕方をちょっと先にね今お見せしちゃおうと。マニュアルですとねなんかねこれを5ミリ下げてこっち側の手でなんかできるらしいんですけれども、私できないんでこれでねこういう棒でね5ミリぐらいねこれをね今日下げてからねこいつをねクリクリってなんか押すとねこう引っ込んでくるんですよ。マガジンフォロワーがこうやってほらでこれで空打ちモードになるということですね。で解除はねこうやってボンってやると解除できると。なんかどっかへっこみに入るんですかね、分解してないんでねすいません構造わかりません。それと付属しているローダーです。私の大好きなタイプのローダーですね。ねこれが真鍮なのがね見た目は大好きなんですけれども、まあこれ透明ですとね中に何発入ってるかっていうのが分かりますんでね、これはこれでまた非常にいいですね。これにね最近使っている SS のね今日も弾を使いましたね。8発ぐらいでいいでしょう。初速の測定はねセミオートでやりますからそんなにたくさんねジュルジュルっと、あでこれねすごいスムーズなんですよこれ。この棒状のねローダーの中では結構失敗しちゃうのあるんですけれどもね、これは非常にねこれに関してはねウェストアームズさんのねこれはいいですね。で忘れないうちにセレクターをセミオートにしておいて、これはねなんかねカチッカチッっていかないとなんかちょっと行き過ぎちゃったりするんですよねこっちにねグイッって感じで ねちょっとこれはね、はい、まあセミオートなんか実際あんまりあでもどうかな、こんなの私全然実践の経験もないのであんまりうかつには言えないですね。でちょっと初速を測ってみましょう。0.25g ですからね、ちょっと画面にね入らないのご容赦ください。
どうでしょう、結構あるんですよねこれ初速ね。はい、まあ、あの法定範囲内ではありますけれども、かなりね威力のある方ですね。ちょっと怖いですね。このぐらいですね。まあ真夏でこのぐらいですから、はい、で万が一ねこれ以上上がっちゃうようだったらね、もうバレル切っちゃうとかね、はい、いろんなやり方はあると思います。どうでしょう、まああんまりこのチャンネルで紹介する中では強い方なのかなと。こんなぐらいですね。はい、ということでギリギリ法定範囲内ということかな。悪くはないですね。ということですね。最後打ち終わるとあのホールドオープン状態になります。であとはまた空打ちモードに変えて遊びましょう。で、本体のね、あ、ちょっと待って、今、マガジンの、射撃した時のね、温度を測りますんでね。見てください、27度ですね、今のでね。はい。ということで、25度の気温よりもはるかに上に行っているということです。はい。結構暑い時期ですからね。これが大体、まあ、エアガンとしてのパワーのマックスなんじゃないかなと思います。もうちょっと弱めだとね全然ね楽しいんですけれどもね、まあ、そんなこともあって発売中止になったのかもしれないですね。で本体重量ちょっと、ね、これがね見ものなんですよ。結構ね結構楽しめます。重さはどう乗せたらいいんだ。後悔乗った、うん、エラーになってます。あ、ギャギャーン超えちゃってるんだ。そういうことね。じゃあマガジン抜いてみようかな。とですね、本体だけでね、いた。本体で1557ね。マガジンで、481だから2キロ超えですね。はい。すいません。これね2キロって最大軽量2キロなってましたね。2キロ超えています。はい。という重さです。ですからね、まあ、さすが長物と言うべきでしょうか。2キロあるとね、それなりにね、たっぷり楽しんでね、振り回せるなと。まあ、振り回すことはないんですけどもね。で、試射はね、これちゃんとストック伸ばした状態でね、やらせていただいたんですけれども、正直老眼のせいかな。サイトが覗きづらくてしょうがないですね。はい、このピープサイトっていうのがね、なんかできればのハンドガンみたいなサイトがいいんだけどなぁなんてね、わがままなことを思っちゃいました。まあ、ウージーはもともと他にはね、私、あの、マルシンさんのモデルガンですかね。こういうストックのやつと、あとあれですね、あの、木製ストックのやつですね。フルサイズのやつ。それともう動かなくなってますけれども、ジャックさんのね、マイクロウージーがね、側だけ残っています。中身はもうありません。はい。まあ、そんな感じでね、ウージーというとあんまりね、我が家でたくさんはね、ないんですけれども、なぜかカートはいっぱいあります。というのもですね、先ほどの木製ストックのとは別にですね、仕入れたね、マルシンさんのウージー、これいつか打とうかなと思ってるんで、カートをね、いっぱい買いましたね。はい。で、試射結果の方行ってみたいと思います。セミオートで5メートル、S2S の弾で打ってこんな感じです。やっぱホップかかんないようにしたはずなんですけど、ここの、まあ、ここに集まると。でも集団性はどうでしょう、まあ、ストック使ったとはいえね、それなりにやはりいいなと。なんかねストーンストーンって感じでね同じところに行くのが感じられました。で次はねちょっと上を狙ってみましたね。ちょっとホップがねそのうち効かなくなってきてくれないかなって勝手に妄想して思ったんですけどダメでしたね。やっぱちょっと上げた分だけ上がりましたね。ほらなんか形似てますでしょ、集団の形がね、ちょうどなんかいい感じですね。まあ、なかなかね、狙えばよく当たると。で、びっくりしちゃったらね、フルオートで打ってみたんですけれどもね、3発ずつぐらいかな、12、3発打ちましたけれども、ほら、結構集まるんですよね。ということは、だからさすがマグナブローバックという感じで、フルオートにしても、ある程度、そのガスの突出量っていうんですかね、は安定してるんだよねと。まあ、当然ね、仕掛け上ね、フローティングバルブがあれだけ軽くて、
ああいう材質ですから、それはあんまりその作動にはね、フルでもセミでも関係ないのかなと、まあ、いずれにしても素晴らしいね結果ですね。フルオートなんてもう的から全部外れちゃうかと思ったらね、全部収まりましたよちゃんと、はい、3、4発ずつでしたけれどもね、はい、トリガーでコントロールしましたということで、実射性能はなかなか優れていると、パワーがちょっとね強めだなっていうところだけが、玉に傷の、ウエスタンアームズのウージーですね。ただもうこれ修理してもらえるとか予備パーツがあるのかもわからないんで、もう打つこともないとは思いますけれども、当分、はい、今日もね、皆さんにぜひご紹介したくてね、無理無理作動させているような状態ですけれども、なんか快調に動いてますよね。でホップはねここですね、この、ボタンを押しながらですね、こいつを押しながら、こいつをねくるくる回すんですね。これでホップ調整ができるんです。こんな感じですね、はい、ね、なんかね買った頃の評判でね、何だったかあの頃見てたなんか掲示板かなんかで、ね、ホップがどうのこうのっていうのを結構騒がれた記憶がするんで、このホップ方式、まあ、あの扱いやすさはあるんですけれども、どうなんだろうっていうところはね、当時は感じたものですね。まああんまり、私の方はホップが効くんだったら効くでね、それなりにあの下狙いやいいじゃんみたいなタイプなんで、あんまり気にはならないんですけれども、はい、なかなかね今見てもあの外見もよくできててね、プラスチックにしちゃねよくできてますよね、レシーバーなんかもね。ということでもう一回ちょっとね、きちんとストックを伸ばした状態で、ご覧いただきながらお別れしたいなというふうに思います。まあ、お盆休みでね、皆さんねのんびりと見ていただくのにね、果たしてねふさわしい銃だったかどうかわからないんですけれども、まあ純長物というところでちょっとね、趣向の変わったものもねたまにはいいのかなというふうに思って、今日はご紹介させていただきました。ではまた。